私たちの暮らしを支える情報。情報は光ファイバーを通じてネットワークで遠くに送られ、コンピューターで処理されます。ネットワークで処理する情報の爆発的な増大に伴い、これまで様々な情報処理技術が研究されてきました。その究極の情報処理技術が、原子の一つ一つ、光子の一つ一つに情報を乗せ、精密にコントロールする技術です。原子や光子を支配する物理法則は量子力学と呼ばれ、私たちが日常暮らす古典力学が支配する世界とは全く異なります。この量子力学に支配される原子や光子の一つ一つを用いた情報科学のことを量子情報科学と呼んでいます。量子情報科学を用いると、これまで不可能だったことが可能になることが近年明らかになってきました。例えば、原子の一つ一つに情報を乗せて計算する量子コンピューターを使えば、大きな数の素因数分解のように、これまで膨大な時間がかかった問題を短時間で解く超高速計算が可能になります。また、光子の一つ一つに情報を乗せて通信すると、どんな攻撃を受けても絶対に破られない無条件安全な究極の暗号、量子暗号が実現できます。NTT コミュニケーション科学基礎研究所では、量子情報科学に基づく量子計算理論、量子通信理論といった理論研究を推進しています。ここではこれらの領域にまたがる研究成果の一つをご紹介しましょう。ネットワークに接続されたサーバーが大災害により壊滅的な被害を被り、ネットワークが完全に停止しました。この状況でコンピューターがネットワークの設定を自律的に行い、元の状態に復帰することが可能でしょうか。従来のネットワーク技術では、条件によって設定が初期化した状態からコンピューターが自律的にネットワーク設定を行えないことが知られていました。しかし、私たちの研究所はこれを可能にする全く新しい量子分散アルゴリズムを発見しました。匿名リーダー選挙問題として知られるこの問題は、従来のネットワーク技術における難問です。この問題の解決は、量子情報科学により不可能が可能になった一つの例です。人類が原子や光子の一つ一つを制御できるようになったのは、ここ20年のことです。この科学技術の進歩によって、量子情報科学は近年大きな注目を浴びるようになりました。NTT コミュニケーション科学基礎研究所は、量子情報科学の秘められた力を明らかにすることにより、来たるべき量子情報化社会の礎を築いていきたいと考えています。